じゃあ行きましょうか。こちら、はい、第15問。これはどのファイターの勝ち上げランドのルート名？ドクターマリオの謎、花の新人王、白と黒の頭、終わりの始まり。ドクターマリオの謎なんて、何これ？ちょっとやめてよ。いやこれ俺英語なんだよな全部。そうだ、その兵がドクターマリオの謎。ドクターマリオじゃない。いやでもこれ素直にドクターマリオかもしれない。いや俺もそう思うんだよな。わからないけどさ、何なんだろう、ドクターマリオの謎って何。薬で誰かやったやってそうな威力可能性あるよ、あいつ、うん、技一つ一つがドクターマリオの謎。狭間って場所がポイントだね、これは。白と黒の狭間、正義でも悪でもない、それだ。分からんけど、おじゃあこいつだ。終わりの始まり、なんだよ終わりの始まりってよ。英語にしたらエンドスタートごめん、トロさん、俺が悪かった、ごめん。終わりの始まりでしょ、エンド・オブ・スタート、うん、あ、そんな感じか。エンド・オブ・スタートみたいな感じで。でも4は期待を込めてこいつにしときます。いや、俺もこれ考えてるね。期待を込めて。よし、いや、でもね、俺まだ1に勝てない。ドクター・マリオの謎はね、舐めてんな、これ。ちょっと俺もう変えないからさ、2歳こそ。始まった。出た。正解。俺はもう変えない。変えない。大丈夫。変えない。OK。え？2番目？あー、そういう？面白い、面白い、面白い。え、これだから。いや、俺もこれ考えたんだよ、これか。あー、いや、わかんない。Okay. でも、こっちの可能性もある。あ、それね、4問目俺も思ったけど、こっちの方、こっち語りたくて、ちょっとこっちにした。うん、こっちの方がおしゃれ。いけます。おしゃれ、おしゃれポイントある。これ、花の新人王とかで、パックンフラワーだったら、ブチギレる。パックンフラワー。メンターと見えてる。パックンフラワーいなくね、ここのあれに。おお。お前、あれ？パックンフラワーはぶられてんじゃん。いたのか。ダウンロードされてねえよパックンフラワー。いない。さ、パックンだけに。マジか。本当だ。こいつにかけた。花の新人はお前にかける。よろしいですか。うん。ヒカル君からいきましょうか。はい。はい。ドクターマリオの花の新人を黒と白の狭間、白と黒の狭間で終わりの始まり。はい。どうぞ。はい。ドクマリ、ガオガエン、ジョーカー、ロボット。確かにガオガエン。新人王なんかね、あの組手的なレスラー勝ってますからね。まあ、白と黒はこれあれでしょ、なんか義足的な正義でも悪でもないジョーカー。で、ロボットってこれ X の時にあの爆弾出してたんですよ、こいつ。そう、ボーってなんか全部爆発する爆弾出してて、悪空の悪空爆弾、悪空間爆弾的な。でそれのなんか親玉がなんか人質に取られた、ね、そうロボットなんですよ。だからそういうので終わりの始まりかなみたいな。セフィロスもちょっと匂ったけど、まあ、でもなんかそういうおしゃれポイントを込めてちょっとロボットで今回いきます。私これ系得意ですから、あの前回も結構当ててますから。あ、そう、はい、ネオジオってよろしいでしょうか。はい、まあ、ドクターマリオの、はい、ドクマリ、うん、パックフラワー、はい、ゲームをセフィロス。あ、まあ、ドクマリはもうちょっと分かんないんでドクマリにしました。でパックフラワーって、ね、まあ、DLC1 段目じゃないですか、一番の新人でお花なんで、もう本当にストレートにこれしかないから。まあまあそれは可能性高いね。そうね、そう。で黒と白の狭間では白黒のゲームじゃないですか、ドクマリがカラーに来た。ゲッチね。あ、ゲッチ、ゲッチ、ゲッチも、はい。まあ二次元的な意味で。そう、二次元がこっちに来たこの狭間で。まあ、た可能性高い。それもすごく。はい、で終わりの始まりはまあセフィロスも、まあみんなある種コンセプトじゃないけど、うん、かなと思ってやりました。はい。めっちゃぽい。なるほどな。ねんちゃんお願いします。はい。まあ毒マリの謎は毒マリ。マジでみんな毒マリ。デイジー。花ね。ああそれ。白と黒の花はよく分からなかったから、なんかサムスとダークサムスの間みたいな。ああなるほどね。多分で終わりはもう空だから、だけど始まりみたいな。確かにね。空。ディズニーとの初めてのコラボですよ、ね。いやそうなんだよね。結構なんかなんとでもなるなこれ。こう聞くと全部それに聞こえてくるな。そうなんだよね。じゃあ多分お願いします。俺は1はデイジー、
アドクターマリオの謎が出てそう、いや全然分かんなかったんだけど、はい、もうなんかノリなるほど、なんかデイジーでもね、なんかドクターマリオの謎なんか俺やったことある気がして昔に、へでもなんか覚えてないこれで、花の真珠はとりあえずなんか新作出たことによってインクリング、なるほど、君に決めたってことでインクリングで、はい、で白と黒の狭間はまあジョーカーかなっていう、はい、その義賊だし、その狭間って場所がそのパレスの部分を表してるのかなっていう、あすごいね、それいいね、俺も使おう、あの終わりの始まりはもうカズヤよ、朝これもうカズヤがキモいって話、いやいや違う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 、それ終わりのビップが終わりの始まりってわけじゃなくてその単純にカズヤって結構そういう系だから、あそうね、セフィロスかカズヤか空で悩んで、ヴィラン的な、でその空だったらなんか終わりの始まりっていうタイトルなんかかわいそうだなと思ったから、だから結構多分悪役的なのかなって思って、2択でセフィロスとカズヤ悩んでカズヤにした。じゃあ皆さんも一回見せていただいて正解いきましょうか。正解こちらです。上からロックマンバックンフラワーカウイカノンバルク、マジか、あれか、ドクター・ワイリーの謎とかけてるんだ、なるほどね、カムイ、なるほどね、白と黒の狭間ってそういうことか、そうなん、原作通りじゃん、いや白陣営と黒陣営があるの、あーそういうで最初の方に決めないとダメなんだよ、選べるんですよね、そう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 、確かにカムイもそうだわ、でも僕バックフラワーでいけんですよね、確かに、あ本当だ、バックフラワーやっぱいけんですよね、よっしゃ、え終わりの始まりガノンなの、そのままだガノンドル、ねえなんかめっちゃ深読みした、いやでも終わりの始まりね実際俺なんか聞いたことあったなと思ったけど、わかんないわ、はい、第16問足し算の問題です。カービィプラスデデデタスメタナイトタスフィットタス片翼状態のセフィロス空中ジャンプができる回数の合計はいくつ、全然わからん、はい、え空中ジャンプってことは空中ジャンプ、地上のジャンプは関係ないよね、地上のジャンプは含めない、うん、あ、そういうことね、はい、いや待って、俺カービィが何回かとか出てから、ね、知らん、まずいよ、よし、いや俺も全然覚えてねえや、いやこれじゃない、メガドラだけど、それでいいよ、あれ違うのかな、んまあでも大体さ、168とかじゃない、もう俺もいい、おう、もう俺絶対勝てない、絶対ない、絶対ない、これはありえ、ありえん、ありえ、じゃあそのあれ出そうか、うん、あ、一個ずつの、一個ずつ俺出そう、いやー分かんねえや、書きました、いけます、いけます、はい、よろしいでしょうか、はい、せーので出します、せーのドン、17 18 19、え、マジ、僕は54332でしたけど、ヒカルくんは45542、19合ってる、はい、正解はあ、別の手紙が5、まあ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 知ってましたよ、え、ピット残念の、なんでピッ、俺さ、セフィロスしか分かんなかった、まあ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 知ってましたよ、まあ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 知ってましたよ、いやいや、そうなんだ、まあ知ってましたなんかが、めちゃ勝ってあってました、あ、なんか、ま、素敵あったけど、メタが一番だったら覚えてるけど、メタが一番多いんだよ、そう、うん、そうなんだ、メタは一番多くて5なんだよね、それは覚えてたんだけど、俺他だから全部4かと思う、その他が覚えてで、カービィがメタナイトと一緒だったかどうかが俺うろ覚えで、あーね、そう、でもなんかカービィシリーズ一緒そうと思って19にした、偉すぎる、いきますよ、第17問勝ち上がり担当の本気度選択、上昇時に見られる画面でちょっとあの壁画みたいなやつですよね、ある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 、上昇時に見られる壁画で、壁画って書いてあるね、最も右に書かれているファイターは誰、 9.9 ってことでしょ、もうそれが運かどうかも分かんない、9.9 覚えてねえな、いやもうはるか昔だもんな俺それやったの、多分一番右だよね、しかも、うん、いや全然わかんねえや、あいつじゃないことだけ覚えてる、これじゃないって俺もこれじゃないのがある、いやでもまずこれじゃないって言ってるのがみんな合ってるかどうかもわからない、それ一応するとせーので、ちょっとあ、言うじゃん、それじゃないせーの、リングリング、おおおあ、なるほどね、インクリングだから一番優しいとこに、あの一番優しいとこね、キチョウとかもいる、なんかあの子さんとかいるんだけど、そうそうそう、かわいいとこいっぱいいる、どうせでもここら辺だろって感じがするけど、俺のファイターはこいつ、どっちだろうな、だから70分の1当てればいいでしょ、右っぽいキャラ、右っぽいじゃん、そう、悪そうな感じかもしれない、はい、
いくよ。せーの、ドン！パルテラ！パー！クッパ！うわ、まずい。いや、あ、ゼロ。わかるかわかるかわかりませんでございます。ごめん、見たい。ちょっと、ね、せっかくだし。見る機会。9.9 やってんの？やってなくない？多分。あー、確かに。そこまでやってたら見れるけど。はい、第18問。ともしびの星の序盤で通ることになる3体のファイターの中から補給する一体を選んで進む分岐路、その3体のファイターは誰？またヒカルくん有利な問題じゃん、これ。はい、よこれ一番最初？そう、一番最初にさ、3人選んだじゃん。ニヤ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 。あの、分かれるとこね。そう、うん。またヒカルくんが有利な問題だよ。一体わからん。え？一体わからん。マジ？だって、同じルートしか進まないもん。俺はもう3体、多分合ってる。最悪。なんかさ、え？2周してますから、2.3 周、2.5。ちょっとキャラクター見せて。あれ？こいつと、こいつと。一番最初のキャラクターってさ、カーブでしょ。そうだよ。そうだよね。だからそれは除外できるのは分かってる。で、俺優しいから教えてあげるけど、3択の前にマリオを倒して仲間になります。優しいでしょ。なんて？マリオを倒して仲間になる。あ、おいさん、OKOK。いやでも分岐の場所でしょ、これ。そうだ、上限じゃなくて、上限左右。上左右。で、その3択の前にマリオを倒す。じゃあマリオは絶対仲間になる。あ、OKOK。あのあれだね、ドロロ。そう、ドロロマリオ。全部倒したかな、最初。いや、あ、でも倒した。結構進んでるから。いや、倒せない。そう、最初、1個選んだ、1番。あ、そうなんだ。どれか選んだら、プリンスで守られちゃう。あれだってもう、持ち帰りではないんだよ、まだ。いや、もう行ったからもしれなくて。実はね。いや、でも戻ってきてやってる可能性はある。やってます。またできるようになるから。そう、すぐ取れる。わかんないけど。どのタイミングか忘れたけど。いや、なんだったっけな。何基準って感じだけどね。こいつらが選ばれた理由が。結構共通点ないから。マジ何基準なんだろうな。マジで、くじで決めた。うん。まあでも俺は、この3択だったら、まあ当時は1択だった。そうね、確かに。いやいやいやよしよし、もう決めます。はい、決まった。 OK OK、 ちょっと待ってね。そしたらごめんなさい、こうやったっけな。 OK、 じゃあみんなせーのいきますか。はい、すいません、お待たせしました。はい、序盤で3体のファイターの中から救出する1体を選んで進む武器を、その3体のファイターは誰？せーの、ドン！マルスか！マルス、村人、シーク、ルキナ、シーク、フィットレ、マルス、シーク、村人、村人、マルス、ピクオリ。さあ、正解はこちら。マルス、シーク、村人か！あ、でも、3点。トロさんも3かな。私2点だ、すごい。すげえ、村人、マルス、よう分かったね。ねえ、よく分かった。ルキナかマルスか、なんかどっ、なんかこの系のキャラクターさん。小池さん1点だね。1点、シークだよ、お前さんに行って。うん、俺とヒカル君が3点。そう、ピクリは左下のなんかキノコのところで取る。そうだね、ピクミン4やってるから。木っていうかキノコの場所だね。うん、そマルスか。で俺たちマルス、ね、マルス引いたんだと思 う, そ う,、ね、そう。俺らはもうシーク一択でした、ね、シーク一択だ、うん、あシーク強すぎ。じゃあいきます、はい、第19問。トラが参戦し、ついに完成した全員集合イラスト、そのなんかね、ピクミンたちが運んでいるものは何？待って、全然わからん。でこれ私絵見た。俺全員集合のイラストなんならまだ見てないかもしれない。ピクミンたちが何かを運んでいますと。運んでいるもの見てな。いや、え、でもこれじゃない？いやでもなんか見た記憶あるな。いやあるんだよね。あいつの近くにいるのだけ覚えてる。俺ピクミンの近くに。そう。確かパックフラワーが近くにいたんだよね。うん、そう、パックフラワーがね、ジョルで。それを覚えてた。ピクミンが運んでるから、あれか、あれピクミンが持ち上げてるからね。ピクミンが持ってるやつか。分かった。これめっちゃおしゃれ。これ。おしゃれ回答。わかった。わかります。全然わからん。説明した。説明。でなんかこれのおしゃれのやつ絶対違うんだ。全然わかんない。マジでわからん。これしかないでしょ、だって。え？これで違ったらちょっとはずいよ。いやそれを何回もやってんだし。うん。はい。まあ行くのよ。そういう時はもう行くの。行きましょう。強気でいく。待って、そんな長い何を書いてる。そんな長いこと書いてる。おしゃれ回答って言いながら言ってから結構経つけど、説明してる可能性がある。説明してる。はい、じゃあ光くんどうぞ。はい、フルーツ、あーまあなんかパックマン近くにいてもいいし、無難かなみたいな。なるほどね。普通私ですか、キャラクター選択画面の時の、あのコインみたいな、あの CP とか 1P みたいな書かれてるやつ。悪いやつ。
あ、そっち、はいはい、うわ、グリーンさんの顔でもう絶対違うこれ、これ運んでたらおしゃれじゃない。まあ、おしゃれ。じゃあ、これかなり。あ、どうも、はい。俺はもう、ジョーロ。あ、ジョーロね。その水やってたって言ったらね、うん。いや、もう逆だったのかなっていう。俺の記憶違いで、もしかしたらピクミンの方が水をパックンにあげてたのかなっていう、何も思い出せないから、なるほどね、そっちにかけた。小さいヒントを頼りそう、いやでもパックンフラワーが近くでその上路系やってたら覚えてる。読むこれも文章からしてこれしかないですよ、はい、キーブレード。え、ああ、え、いやいやいや、マジでないな。いやでもキーブレード、え、いやだったらこの P とか CP とか書いてある。これはキーブレードは選ばれたものしか持てないはず。え、めっちゃおしゃれや、それやったら。いきます、正解はこちら、どうぞ。土星さん、あ、土星さんだって。やっぱパックンが水あげてるよな。これはな、でしょ、わかんないよ、それは。わかんない、それは。はい、じゃあ最終問題でございます。最終問題はなんと8億点でございます。この第20問目正解した人が8億点出ていきます。真のスマブラ知識を決定いたしましょう。第1問、ズバリ空の最後のキーフレームの名前は。え、全然覚えてないです。全くわかりません。覚えてる、ヒカル君なんだあの必殺技の名前。いや、あれだけ覚えてんだよな。モーション覚えてんだよ、すごい。モーションすごい覚えてんだけど、あれ名前なんて原作でもあのシーンは知ってるんだよ。知ってるけど、でも原作はキングダムハーツですよ。1の最後のシーンですね。いや、もう全然思い出せない。思い出せないどころか、多分記憶に入ったことがない、空の切り札の名前が。あの扉のやつですよね。おっと、おっと、いや、みんな知ってるよそこまでは絶対。鍵のおっと、おっ、言い過ぎてしまいましたか。カタカナ、カタカナ、ひらがな、カタカナでした。僕は出たってないし分かんないけど。はあ、最初の文字、最初の文字。言えないな。言えないですよ。8億点ですもんね。うん、そうですよね。いや、言ったら分かる系でしょ、つまり。言ったらもう。うん。一周された。なんだよ。え、めっちゃ笑うやん。なんで。いいんだよ。わかりすぎる。なるほどね。うん、ああ、合ってるわ多分。いや、だよな。ああ、そうか、確かにな。待って待って待って。めっちゃ好き。合ってなさそう。その時点で。どうなんだ。めっちゃ好きだわ。いや、合ってる、合ってます。そうそう。何するしかないんだよもう。めっちゃ合ってる。いや、わかんないよね。え、無理すぎんこれ。これ想像とかでいけるの？私、名前を知らなくて、俺多分これかなり合ってると思うんですよね。あ、そう。うん。いや、俺も、もし、俺、違う時点で、ないって申し訳ないけど。え、カタカナなの？いや、本当に。カタカナやばい。大喜利してるって言ってた。一切やばい。え、マジで。カタカナなのかな？カタカナでした。俺はカタカナとひらがなかな。え、ひらがな入る。俺もワンチャンひらがな入るけど、でも俺もカタカナだけでいったわ。無理だ。じゃあ、いきます。最終問題、8億点の問題です。空の最後のキーワードは、ひらがな。はい、言います、うん、空の切り札の名前、タイムレスリバー行きだこれ、言ってる。なしが言ってる。タイムレスリバー行きだーって、こうやって言ってると、ビュー、言ってる、言ってる、言ってる。え、聞いたことないですか、みんな。え、ないですか。ごめん、俺はない。あ、俺もあんまり、相手までやってる。マジか。でもだって、タイムレスリバーでも強いだよね。タイムレスリバー行きだーって言ってますよ、そんな。言ってます、言ってます、言ってます。ほんま言ってます、言ってただ言ってる。言ってたと思いますけど。タイムレスで。え、ちなみにヒカル君、原作はやったことある？ないです。あ、ない。そうか。でも言ってた。タイムレスリバー行きだーって。かけられーってやつ。原作であったっけ、そんな。泣いたけどなー、あれ。ねねちゃんは、もう思い入れのあるステージが、もうその原作でね、あの、アリエルのとこなんですよ。あー、そこね。はい。アンダーザシー。アンダーザシー。アンダーザシー。次は俺が行こうかな。俺はもうシンプル。はい、キングダムハーツ。なるほどね。なるほどね。そう、基本的にキングダムハーツって、あの、タイトルだけど、原作でもキングダムハーツっていう言葉が出てくるし。へぇ。そう。で、あのシーンのなんか名前をすごい思い出そうとしたんだけど、
全然出てこなくて、だったらもうこれでいかない、これかなって言って、まあまあ、うん、私です、まあ、はい、ディズニーなんですよね。で、任天堂で落とし込んだ、うん、そこを忘れています、皆さん。まあ確かに、はい、いないもん、いなかったもんね、重要なやつが。そうなんですよ、うん、はい集大成です、うん、みんな集合です、はい、空の最後の切り札は、はい、ブルーパレードこれ、あ、それ甘いな。なるほどね。え、それ大丈夫、モザイクとかにならないですか？そうなの？分かんないけど。いや、それは確かにすごいな。集合みたいな。それ答えであってほしいもん、なんなら。エレクトリカルパレード。でもさ、それのタイトルであるなら、漢字の主役がいないんだよね。次来るんじゃない？第3弾。もしかしたらありますよ、というところで。そのタイトルいいね、それ。正解がこちらです。どうぞ。カタカナって言ってたって終わりだ。普通すぎる。普通だ。普通すぎる。切り札。桜井さん、どうですかね、次はエレクトリカルパレードで出しちゃいましょう、みんな。まあでも実際そうなんだよね。そうですよ。あの鍵穴の封印なんだよな。そうですね。でもそのままなんだっていう。結構ダサいじゃん、だって。切り札め。俺のやつが一番かっこいい、タイムレスリバイスだーって言ってたこれ。本当に絶対エレクトリカルパレードでしょ。言ってる言ってる。ガチ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 、超変身なのに。本来奥にミッキーがこうやってね、いるんだよ。本来マジか。はい、ということで、20問すべてが終わりました。じゃあ結果発表ですね。レインさん、お願いいたします。これで終了。ジャパンコ3点、ピオネネ5点、ニエトの11点、ヒカル14点。おー、今回頑張った。で、はい、ヒカルくん優勝でございます。おめでとうございます。30点待ってるんですよ、これ。そうだね。で、半分もいかないんだ、俺たちみんなで。難しかったよ。やべ、すごいね。ついね、この、初めてかも、この回でトノさんが1位じゃない。無視。いやー、俺前回も1位じゃない。あれ、そうでしょ、前回ピオネネさん。前回、桜井さんの名前書いてる。あ、そう、俺たち全員0点だもんね。全員そうだ。言っとくけど。0点になったんだ。そうだ、分かりました。いや、今回難かった。難しかった。PLC からみたいな。基本的になんか、あれなんだよね、名称系俺に苦手というか、全然勉強してないから。英語版ですもんね。いや、英語版もあるけど、そもそも見てない。なるほど。受験勉強出てこないから。こんな。そうだね。うん、いやいやいや。実践問題ではない。そう。ただ、いや、いい問題、本当にありがとうございます。ね、楽しかったね。いや、そうよ。ありがとうございます、本当に。マジで分からん、全然分からん。分かるやついんのか、全問正解できた人いんのかな。 いるんじゃない、もしかしたら。全然、だからね、もうこの層じゃ無理じゃん、もう。まあ、だから勝ち上がり乱闘とかそういうのやり込んでる人はできるかもしれない。はい、ということで今回はですね、クイズ会ということで、まあ、もちろんね、ニエトロ大先生にお越しいただきまして、いただきました。送ってくれた視聴者の方、本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。誰か、はい、誰かさんね、誰かさんありがとうございます。誰かさんということです。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。すいません。まあ、またね、視聴者の方からいろんなものがね、送られてきたら、僕たちそれやっていこうと思いますので、ぜひ、お待ちしております。よろしくお願いします。DM してくれ。はい。ということで、今回の動画は以上となります。今後もね、こういったバラエティ、こんな動画や攻略動画の方をどんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そして、概要欄の方にですね、ニエトノさんのオープンレックのチャンネル、そして YouTube、Twitter、ヒカルくんの Twitch のチャンネル、Twitter、ねねさんの YouTube チャンネルと Twitter の貼らせていただいておりますので、ぜひそちらからチャンネル登録、高評価の方をしていただけると嬉しいなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。タイムレスリバイ来た。言ったねえな。本当に言ってる？それ。言ってない。